はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日はメインアカウントプロスピやっていきます。ですね、昨日アニバーサリー総選挙の開封動画上がったと思うんですけれども、メインの方も無事疲れましたけど終わりましたので、累計開封の動画を撮らせていただきたいなと思います。はい、でね、まあそうですね、サブの方は、まあ、中日純正プラス、まあ、無課金で覇を目指すっていう風に、まあ、コンセプトでやってるので、アリエル・マルティネス選手に、まあ、全突破ということで、まあ、ちょっとお話ししたんですけど、まあ、こっちのアカウント、まあ、正直、まあ、ホークス純正、まあ、一応やってますけど、まあ、おそらく、まあ、ホークスは、まあ、千賀選手と柳田選手で、まあ、確定だし、まあ、正直、まあ、確定ではないですけどね、まあ、決まってはないけど多分確定だろうし、まあ、別にホークスであればどの選手が出ても正直僕は嬉しいので、まあ、正直ホークスに投資をしても何のうまみもないんですよね、僕からしたら。なので、まあ、いろいろ考えてた時に誰に入れようかなと思って、最初千賀選手にまあ一応入れてたんですけど、まあ面白くないなと思って、でね、まあ誰に入れようかずっと迷ったんですけど、まあね、このアニバの投票が始まる前にちょっといろいろツイッターで揉めちゃいまして知ってる人は知ってる、まあ知らない人の方が多分ほとんどだと思うんですけど、この動画見てるね、だからね、まあね、その騒動とかもいろいろあって、まあどうせ口だけだろうなと思って見てたら、そのね、まあ当人が、まあ、1万票ぐらい入れてて、巨人の亀井選手に、だったらもう僕もね、絡んだ側としての責任として一応亀井選手に入れてあげようかなと思って、はい、亀井選手に入れました。残り1000票ぐらいは多分やけん千賀選手に入ってるんですけど、まあ残りは全部亀井選手にも入れようかなと思います。で、亀井選手ね、僕ね結構ね好きなんですよ、本当は。まあいろいろね、ちょっとね、まあツイッターでちょっと煽っちゃったりとか不適切な発言があったかもしれませんが、まあ、亀井選手結構人柄とかも好きで、でね、一番やっぱり何が好きかっていうと、やっぱり人間味のあるところだと僕は思うんですね。しかも、まあ、ここ一番で結構強いじゃないですか。まあ、今もね、バリバリですけど、まあ、そのね、まあ、亀井選手が一番輝いてた時っていうのは、やっぱりWBC とかの代表に行ったりとかしてた時だと思うんで、クリーンアップってはね。あの時もそうだし、まあ、サヨナラホームランとか結構打ってる場面、いろいろ見てますし、なんせね、まあ、YouTube 上とかに動画多分あると思うんですけど、亀井選手がまあ調子悪かった時に、目の前にマギー選手、まあ、今ね、メジャーに戻られましたけど、まあ、前楽天に行って巨人に来て、で今メジャーに多分戻ってると思うんですけど、その選手が、まあ、結構打ってたんですね、まあ、その当時の巨人ね、打線の中で打ってて、まあ、亀井選手が当たってなくて、その日ね、特に。しかもね、その、まあ、延長まで試合も連れてたんですけど、まあ、その延長入る前までに、まあ、マギー選手が目の前打ってて、まあ、亀井選手が当たってないということで、亀井選手勝負を、まあ、ロッテ戦やったんですけどね、ロッテ戦で、まあね、2打席連続敬遠されて、でサヨナラの場面かかった場面でも、まあ、延長戦になってね、サヨナラの場面でかかった時にまた、ね、マギー選手敬遠されて、まあ、3回やられてるわけですよ、目の前で。でね、でその3回やられた後に、まあ、亀井選手ね、見事ね、まあ、ロッテのピッチャー大峰選手やったんですけど、まあ、サヨナラホームラン打ってるんですよね。もうそういうところで打った後にね、やっぱ涙流してる姿とか見て、やっぱりプロらしさというか、まあ、人間味も感じますし、まあ、当然悔しい思いもあるでしょうし、まあ、プロってやっぱり成績残さないといけない世界じゃないですか。で、まあ、ファンも結構ね、熱狂なファンとかが多い中で、やっぱりあこの打席でまた凡退したら、まあ、新聞の一面に載ってもおかしくないわけですよ、正直ね。叩かれてもおかしくない、そういう状況でやっぱりサヨナラホームランがあえて打てるっていうのは調子悪い中でもね、やっぱり僕はそういうところでリスペクトしてますし、本当素晴らしい選手だなと思うので、今回は敬意を表して亀井選手に入れたいと思います。で、まあこれが禁止行為とかそういうわけじゃないので、まあ一応呼びかけしときますと、まあそうですね、まあ誰に入れるかとか、まあ、特に決まってない人とかは、まあこういう話を聞いて、もし入れたくなったとかだったら、まあ入れてやってください、亀井選手にね。で、亀井選手もね、まあ去年ね、本当に結構活躍してて、まあ、今年はちょっとね、セ・リーグあんまり見てないんで分かんないんですけど、まあね、亀井選手なりに、この前サヨナラヒットかな、なんか3秒で試合を決めたとかいうニュースを見たんですけど、まあそういったところで相変わらず勝負強いバッティングを、まあね、ベテランになってもされてるので、まあそういうところに敬意を表して、今回のね、投票、あと残りまだ全然時間あるんですけど、それもすべて、まあ、亀井選手にこっちのアカウントを入れさせていただきたいなと思います。
なのでよかったら皆さんぜひ入れてやってください。亀井選手にね、上から目線になりますけど、でもぜひ入れてあげてください、あの迷ってる人ね。はい、ということでお話は終わりましたので、まあ、全然このタイミングで走っても、ちなみにエナジーはバンバン増えます。もう全然増えます。プラス30とかぐらい増えるんじゃないですかね。はい、ということで、じゃあ開封動画やっていきます。ちょっと受け取ってないですけどね。 A ランクちょっと見引かせてもらっていいですか。あーでね、まあ、ちょっと話詰め込みになるんですけど、動画の尺があるんでね、いろいろ話したいことあるんですけど、さっきね V ロード回ってて、あの坂本選手の A ランク出たんですよ。あ、いいっすね、散ってくれて。この後の結果にゴールドもあるんでね。で、亀井選手の A ランクが出て、亀井選手が無事極まりました、やっと。なんで、あ、デラロサ選手ね、サブで欲しいな。あ、野見選手ね、なんか野見選手よく見るな最近。あ、菊池選手、この前 S ランク出て今回 A ランク出るっていうね、まあ縁があるんでしょうね。僕なんか今シーズンなんかそういう選手多いんですよね。あの阿部選手とか太田選手に限らず、なんか、うん、他球団の、これ自チームやったら嬉しいんですけどね、他球団のね、選手で結構なんか S ランク A ランクなんかやったら頻繁に引く選手が多くて、なんか偏ってるような気がするんですよね、なんか今回シリーズ1。さあ燃えてくれ、いやー燃えてくれ。なんでゴールドマジでないの、なんなんこれ、嫌がらせな。ゴールドがほんと B ランク契約書貸してるんやけど、最近これがちょっと痛いっすよね。今の時期に本当は A ランクをもっと集めたいんですけど、ちょっと一括で受け取ります。これで今89か、未だに増えてるからね。これもしかしたらずっと回ってもそんなに減らないんじゃないですか、 V ロード、あの実操作で回ればね。はい、ということで S ランク契約書いきます。締めですね。さあこれで亀井選手が出たらマジで笑うんやけどね、動画の流れ的に。なんかありそうで怖いけど。さあ、なんか演出が渋いね。最後の割れる演出だけかな。さあ、誰？おお、サブで欲しいけど、メインでも欲しかった岡田選手。僕がね、一番リアタイで苦手としてる投手です。はい、ありがとうございます。これは嬉しい、素直に。ありがとうございます。A ランクも多分一応取ってると思います、さすがに。ただ、そんなに多分枚数ないな、中日だからね。一回中日でね、引いてた時あったんですけど、大野選手のために。あ、ちょっと待って、間違えた。何枚ぐらい持ってるかな ?2 枚ぐらいあるんかな ?1 枚ぐらいしかないかな。あ、3枚あるやん。でも最近なんかちょっと、いいっすね。引きが戻ってきたかな。まあ、金子選手に引き続き、またリアタイ投手要員を補充しました、これで。僕はね、A ランクね、基本的に前より全然以前より、取ってるっていうのがまずあるんですけどね、第一に。まあ、岡田選手はね、リアタイとかでも全然使いたかったので、タイピン持ちやしね。なので、まあ、取っておいたっていうのもあるんですけど、まあ、結構な選手、幅の選手取ってますよ。まあ、いつもやったらこんなに残さないぐらいの選手。例えば、まあ、青柳選手とかも取らないですもんね。まあ、青柳選手今年ちょっと調子がいいんで、多分能力シリーズ2爆上がりだと思うんで、また。変化球とかどうなんかな、追加とかがあったら面白いけどね。まあ、他に、まあ、そうですね。まあ、ホークスは基本的に取るけど、まあ、オースティン選手とかも多分普通やったら取らんし、残してないし、まあ、そうですね。あと、銀次選手とかも多分残してないよな、普通だったら。近藤選手とか残してないですもんね。まあ、サンチェス選手はね、ちょっと気になってる。まあ、シャギワ選手とかも残さないもんね。だけど、こうやって結構、まあ、スパンジーとかも、スパンジーはまあ一応残してて、まあ、鈴木大地選手もね、今年、バリバリいいんで、まあ、ちょっと残してるんですけど、あとはそうですね、まあ、種市選手とか東郷選手とか、東郷選手はね、まあ、今年し、ね、まあ、ちょっと森下選手が良すぎるんで、森下選手の A ランクとかの本当はそっちの方も取っておきたいんですけど、まあ、信じようがないとは言えないので、まあ、床田選手とかね、なんかね、なんかいろいろ A ランクコレクターみたいになってますけどね、まあ、調子悪いシーズンなんで、まあ、こういうのも大事かなと思って、まあ、A ランクは基本的にいっぱい取ってます。はい。もう入るだけね。ここに入力させたいと思います。まあ、秋吉選手とかも取っといていいと思うし、まあ、総合、まあ、菅野選手入れて、まあ、殿崎選手入れて、まあ、殿崎選手は本当は称号つけようかなと思ったんですけど、もう侍のやつが3300スピなんで、もうすぐね、シリーズ2出るし、まあ、いいかなと思って、まあ、もう残してます。はい。で、一応、レアード選手とかね、ちょっとね、帰っちゃったりしてるんですけど、まあ、
いいでしょう。まあ、基本的には一応残しておきます。まあ、木浪選手とか残さなくてもいいかもしれんけど、ちょっと選択肢をね、広めるために残します。せっかくなんで。はい、ということで、まあ、今日は引きは、まあね、S ランクは良かったですね。S ランクは良かった。まあ、後でちょっと裏で特訓とかはしときます。まあ、でもいいタイミングですよ。今 S ランク手に入ったら、まあ、このね、まあ、イベント中にもしかしたらレベルマックスぐらいまで上げれるかもしれんし、すごくいいタイミングで取れたと思います。はい、ということで、今日はこの辺で終わりましょうかね。まあ、皆さんもよかったら亀井選手に入れてみてください。はい、ということで、今日はこの辺で動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。お疲れ様でした。